次に公明党代表山口那津男君。はい、総理、あなたの元秘書である勝場さんの勝場被告人の判決が明日下されます。起訴事実について争っていませんので有罪は免れないと思います。連休明けにもこの判決は確定するでありましょう。そして今鳩山さん自身あるいは小沢幹事長をめぐる検察審査会、この行方も含めて今政治とお金に関して厳しい国民の視線が向けられております。前回お尋ねしたことについて必ずしも明確にお答えになりませんでした。今日これから2点簡潔に問いますので簡潔に明確にお答えいただきたいと思います。まず1点目は勝場元秘書を国会の証人喚問または参考人招致、これに総理自身が積極的に説得すべきである、出席するように積極的に説得すべきである、この点が1点。そして2点目は、この刑事裁判に提出している資料、これを取り戻した上で、国会に提出をして、正確に国民の皆さんに説明をする、この2点、まさに総理が自らリーダーシップを発揮すれば、解決できる問題なんです。いかがですか。鳩山内閣総理大臣。山口代表にお答えをいたしますが、山口代表とも思えないご質問でございます。すなわち、簡潔に申し上げるという簡潔な話でもありません。ご案内のとおり、勝場元秘書は昨年の6月に私が解雇をいたしました。それ以来、一切の連絡は取ってはおりません。したがってこれは完全に独立した個人の話でございます。従いまして、どうぞ国会の中で必要であれば、その旨を国会の中でお聞きをいただきたいと思いますし、その中で私の果たせる役割があれば、そのように役割も果たしてまいりたいと思いますが、国会で当然のことながら、しっかりとお決めをいただきたいと思います。それから書類の提出の話もございました。このことに関しても、私はまだ明日の判決がどのようになるかということの前のお話でございますが、提出されたその書類が多分明日になれば返してもらえることになろうかと思っています。で、この書類に関して、これは前から申し上げておりますように、弁護士がこのことに対して、弁護士に対して、私はしっかりこれを検査をしなさいと、点検をしなさいということは申しております。そうやってもらえると思います。そして、当然のことながら、政治資金の規正法に基づいて判断をして、正すべきところはしっかりと収支報告など、正さなきゃならないことも言うまでもありません。それはしっかりと行ってまいります。個人のプライバシーに関して、いまだかつてさまざまいろいろな問題を犯したものといえども、決して個人のプライバシーに関わる資料というものを提出したことはないかと思っております。いずれにしても、このことに関して、しっかりと国会でお尋ねがあれば、そのことに関して、私としても努力をしたいと思っておりますが、これは検察が判断をして、結果を出した話でありますだけに、基本的には資料の提出などというものは必要のないものではないか、そのように私は考えております。山口公明党代表。鳩山さん、あなたはね、辞めた人間だから私は知らない、国民の皆さんよく聞いていただきたいと思います。そして資料も国会に出すつもりがない。しかし前回私が引用したように、これはあなたが予算委員会で書類を取り戻して国民の皆さんに見ていただいて正確に説明をすると、こうやって自ら述べていただいてはありません。今のお答えには到底納得できません。ぜひこの今の回答を国民の皆さんによく知っていただいて、しかるべき判断をしていただきたいと思います。
さて、装備の急である普天間基地移設問題について伺いたいと思います。いまだに見通しが立っていないということで、どれほど多大な国民の利益が失われているか、総理はこのことを十分ご認識でしょうか。この間、核セキュリティサミットに行かれました。しかし、正式な日米首脳会談は持つことができなかった。そして、アメリカのメディアの一部には、酷評されると、こういうこともありました。国民の皆さんはさぞがっかりされたことだろうと思います。そして、アメリカの元政府高官であったマイケル・グリーンさんという人は、この普天間基地の問題が日米関係の酸素を吸い尽くしている、こういうふうにおっしゃられました。私は言い得て妙だと思います。この問題のために、他の重要な課題、これが議論が進まないでいる、こういう実態があるのではありませんか。2点申し上げます。1つは、この日米関係の中で、例えば核軍縮、また核の不拡散、あるいは気候変動、環境、あるいは金融や経済、こういったグローバルな視点から、両国が協力をして解決をしていかなければならない問題、こういう問題がたくさんあるではありませんか。しかし、この普天間の問題に酸素を吸い尽くされて、他の重要な問題は瀕死の状況にあるということが、このマイケル・グリーンさんの指摘であり、多くの人がそのように思っていらっしゃるのではないでしょうか。もう一点あります。もう一点。この普天間基地の問題が、総理がおっしゃるように5月末までに決着、結論を出すことができないならば、これは沖縄の負担の軽減という意味で、他の問題とも連動しているわけであります。例えば、海兵隊のグアムの移転、さらには、嘉手納基地以南のかなりの部分の基地が返還される、跡地が利用できる、こういう問題も同時に進まなくなってしまう恐れがあるわけであります。この2つの問題について、多大な国民の利益を失い、そして多くの心配をかけている、この点について、どのような認識を持っていらっしゃいますか。鳩山内閣総理大臣。あまり、その今お話しされたマイケル・グリーンさんのことを申し上げるつもりはありませんが、今までの旧政権の中で、さまざま日米安保大臣された方々のお気持ちは分かります。ただ、新政権も新しい考え方の中で、日米安保を大事にすると、別の角度から極めて大事にしてまいりたい、そのように思っておりまして、必ずしも今までの方々にとって、鳩山という人物が好まれていないから、そのような批評が出てくるものかと、そのようにも思っています。ただ、ご安心いただきたいと思っておりますが、例えば核軍縮、あるいは核の核兵器のさまざまなセキュリティをはじめとする問題、あるいは気候変動の問題、グリーンエネルギーの協力の問題、これはもうすでに日米間でさまざまなレベルで動いておりますから、そこは決してこの普天間の移設問題とは関わる話ではなくて、十分に動いているということを申し上げておきます。そしてもう一つ申し上げておきますが、海兵隊のガムへの移転などが確かに影響を受けると思います。それだけに私としては、5月末までにという期限を切って、自分自身として期限を切って交渉していこうと、そのように考えているわけでありますから、どうぞその答えをきちっと出すことによって、今までの懸念がすべて払拭される、そのようにご理解を願いたい。山口公明党代表。重要なことを聞きますよ。5月末に決着をつけるとおっしゃいました。米国、そして沖縄ほか国民の皆さんの理解、そして連立政権の合意と言いました。理解という言葉と合意という言葉を使い分けているように聞こえます。しかし、大事なことは、今、日米間の合意はすでにあるわけであります。5月末決着ということは、新しい移転先をきちんと確定するのか、そういう合意をするのか、それとも今までの合意を維持する合意をするのか、いずれしかないんですよ。アメリカに曖昧な理解ではなくて、
アメリカ政府と我が国政府がどういう合意をするのか、移転先を変更するか、維持するか、これしかないはずであります。明確にお答えいただきたいと思います。鳩山内閣総理大臣。行政権における日米間の合意というものがあったことは、私も当然理解をしております。しかし、だからといって、辺野古の海を埋め立てるということに対して、これは沖縄の県民のみならず、日本の多くの国民の皆様方が懸念を表明しているところであり、もしそのことを強行していたら、これからあと何年、結果としてうまく話が進まずに、日米の安全保障を損ねかねない、そのように私は判断をしたわけでございます。従いまして、私はくどいようですが、この問題に関して、当然、5月末までにということを決めているわけではありますが、新しい移設先に関して合意を得ると、そのために今、全力を挙げて核を持って臨んでいるということを改めて申し上げておきます。最後に、鳩山さん、総理に就任してから沖縄に一度も行ってません。ぜひ現地に行って、その現実を肌で感じていただきたい、対話をしていただきたい、これを最後に申し上げておきたいと思います。はい、鳩山内閣総理大臣。当然のことながら、さまざま現地の皆様方のお声というものを十分にお伺いさせていただきたいと思っております。その時期が来たら、必ずそのようにさせていただきます。以上で山口那津男君の発言は終了いたしました。